松村誠一郎から1891年5月10日は、明治時代の漢学者、老和教育者。越中国福光町出身、幼少時期病により老和者となる。稲坂健吉、中村正直等に学び、金沢に老学校金沢も愛を創立したが、2年で廃校となり、その後福光、富山、金沢で漢詩文を教え、 また一時期と山で中越新聞客員を務めた。家営二年越中国都並軍福光村新町休暇、松村与三郎の次男として生まれた。五歳で宮永宿園に軽視の苦闘を学んだが、六歳で天然痘に罹患奇病を併発し、七年間病床に付した結果、聴覚、発話、歩行に障害を負った。回復後、宿園に口構え、 生し図を受け、実質にこもって、読書に勤しみ、14歳で、式に精通した。その後、金沢に出て、長山意に、刑事、私文、稲坂基吉に英語を学んだ。なお、稲坂は先に、金沢藩医学館で、ピーテル・ヤコブ・アドリアンス・ロイスに、ヨハン・コンナット・アンマンの老教育等について、教わっていた。1876年秋石崎桜章を頼って、 上京し、稲坂健吉の紹介で、中村正直の導入者に入学し、石崎に通訳等の世話を受けながら、栗本常雲、茂野生祭、ガモウテ山田進化は、小山春山等とも交流した。正直は、松村の文才は中村にも認められて、同祭史と称され、放置新聞に指文を寄稿した。また、正直から、落前海軍盲苑のことを聞き、 障害者教育に関心を持った。1877年父が死去し、後を継いだ兄重之が、米論や製紙業、相場に手を出して失敗したため、1879年帰京を余儀なくされた。人京都に立ち寄り、落前海訓盲委員長、大内青蘭、高津白寿の案内で、京都訓盲委員を見学、10月帰京後、知人の資産家、 谷村雄吉の援助を取り付け、1880年3月、金沢に出て、相馬太郎、野村彦志郎等とモアインの開校準備に入った。直ちに県令、千坂港が東本願寺、石川春来、島の越木順等の協賛を終え、4月京都モアインを見学し、6月町町,町川岸に、私立金沢モアインを設立、梅田9と再び、 京都モアイン、大阪モハンモア学校を見学し、8月期間、9月頃、学校の定裁を整えた。1881年4月授業が実施されるも、当時障害児を学校に通わせる余裕のある家庭は、少なく、当初生徒は発話障害の児童2名のみだった。後に、生徒は4、5名に増えたものの、不景気、さかのの衰退、 松村自身の経済感覚の欠如などにより、経営は立ち行かず、1882年4月経営を、内産交換の金沢教育者に任せたが、1883年9月、金沢教育者は解散し、金沢盲インも廃止された。1882年4月上京して、大地本と中部地方各地を旅行し、福密に帰郷後、大地本。 小鉄梅を村に招いて交流した。1885年12月福光と高宮を結ぶ土橋が目標に改め課された際に命名を依頼され、豊坂橋と名付けたが、1966年の改め過後は法映橋となっている。1886年春、中越新聞客員として富山市に招かれ、片原上公銀社を設立して、私文の添削を行った。 この頃、栗本常雲に依頼された、除罰、悲鳴の大作を引き受けている。福光に帰郷後、闇津少女を開き、自分の添削を行った。1888年春金沢城町に移って、土のエネ義塾を開き、高等中学校補充か、余科の受験対策を教えたが、尋常中学校が設置されると生徒をこれに入学させ、廃校した。 1890年秋廃園にかかり、1891年5月10日、死去し、福光の先祖代々の墓に葬られた。福光新町の成果は一部現存する。私立金沢盲藍院は、京都訓藍院、東京落前会訓藍院、大阪モハ範盲ア学校に次いで、日本で3番目に開かれた障害者学校である。金沢盲藍院の廃校以後、 石川県における障害者教育は、1908年上、森捨て次郎による私立金沢モ和学校の創立によりようやく再開されることとなる。老舎者が自ら学校を創立した例としても、日本で最も早く、松村の他には、松本盲和学校小祝い是非す、室蘭盲学校、辻本茂、宇部盲和学童小林静雄の3名が知られるのみである。年下の親戚に、 政治家、松村健造がいたが、関係は未消。ありがとうございます。